さっき路線図を確認してみたけど、列車が最初に止まる駅はザンテア城だってさ。どう？そのままザンテアリゾートゆっくり回ってみない？旅も初日だし、体力は温存しといた方がいいよね。行ってみたい？じゃあとことん付き合ってあげるよ。そういえばお姉さんって今長期休暇中だったよね。これからって何か予定とか入ってたりする？そっか。なら気が済むまで寝たら俺と一緒にタブアネを一周する鉄道の旅に出かけない？このパックス社長が直々に用意した5日間の贅沢な無計画旅行なんだけど。仕事だよ仕事。パックスはそこで熱帯雨林の再生プロジェクトを立ち上げたから、その視察にね。けど、せっかくならあんたを誘って、少しくらい観光でもできたらなって思ってさ。はい？千載一遇のチャンスだよ。考えとかなくていいから、もう行っちゃおうよ。明日には迎えに行くからさ。ね。そうそう。パックスは今の熱帯雨林に自然保護区を設置しようと考えてるんだ。ついでに、オウムテールの花についても研究しようかなって。ああ、保護区の設置前に下調べをしたとき、うちの担当者がたまたま見つけた植物で、どうやら希少な薬用植物の一種らしいんだ。そうかもね。実は詳しい話は俺もまだ聞いてないんだ。ザンテア城に着いたらすぐプロジェクトの担当者に聞いてみるとしよう。そうだよ。その担当者がまさに今日ザンテア城に出勤予定だったうちの従業員だからね。ついでにプロジェクトの進捗を聞いておこうってわけ。仕事の話はこのくらいにして、列車での楽しいランチタイムをどう過ごすか、今から考えよっか。車内にはタブアネのご当地グルメや、いろんな料理が出るビュッフェとかもあるみたいだけど、どうする？
それは奇遇だね。実を言うと俺もその料理を勧めたかったんだ。先を越されちゃったね。やっぱり俺たち通じ合ってるのかな。言うじゃんお姉さん、もちろん後悔なんてしないって。俺は自分の選択には自信と責任を持ってるからね。それじゃあ行こうか。楽しい列車の旅の始まりだ。
そうだろうね。今の熱帯雨林はタブアネの緑の真珠と呼ばれるほど、タブアネでは一番美しい場所らしいから。それももうすぐ自分の目で確かめられるよ。お、どうしてそんなことを？なるほどね。まあ確かに別に俺が来る必要はないんだけど。あんたと一緒に旅行に行けるからね。あれ？もしかしてお姉さん、俺のこと心配してくれた？その、明日はマングローブ林も回らないといけないし、今日はもうそろそろ列車に戻ろっか。
だね。結局カヤックのラフティングとかロープウェイ探検はできなかったけど。それに関してはひとまず森の管理人に報告して監視の目を強化してもらうしかないな。けどそれもその場しのぎにしかならないだろうな。先住民の彼らにとって森を焼くことは悪ではないだろうから。あと彼らはオウムテールの花畑を持っていて倉庫にも十分な在庫があると言ってたけど、事前にオウムテールの花の生態を聞かされてなかったら俺もその話を信じてたかもしれない。確かにね。明日には今の熱帯雨林の近くに着くだろうから、ついでに探してみよっか。
ほんと呆れたよ。今回は彼らを止めることができたけど、この次やその次まで止められるとは限らない。この問題を根本的に解決しなければ何も変わらないんだ。そんなに眉をしかめないでよ。大丈夫、ここには俺がいるんだから。お金で解決できる問題は問題のうちに入らないって、辞書にもそう書いてあるでしょ。だからさ、彼らに他のお金を稼げる方法を教えてあげればいいんだよ。それはもちろん、泉家に代々受け継がれてきた辞書だよ。話がそれたけど、俺が考えた解決策を話すね。明日、列車はナポジャングル駅に止まる。パックスが出資している生物学研究所は、その近辺にあるんだ。まずはその不思議なオウムテールの花とやらを拝みに行って、その薬用価値や経済価値がどれくらいなのかを確認する。もし本当に不思議な力が宿っているなら、みんなを集めて一緒に栽培してみるのも悪くない。これはまだ構想に過ぎないから、それに成功するとも限らない。だからその褒め言葉はしばらくお預けだね。全て終わって何もかもうまくいったら、その時はとことん褒めてね、お姉さん。
その話は本当か？本物のオウムテールの花、その栽培方法をあなたたちが教えてくれるのか？本当ですよ。どうして騙す必要が？信じられるわけがないだろう。よそ者のあなたたちが急に助けるだなんて言い出して。本来なら環境保護とか生態系のバランスとかの理屈を並べないといけないんだけど、今日はそれらを割愛して大事なことを一つだけ伝えておきます。お金を稼いで暮らしを豊かにするのは悪いことではありません。ですが、その方法を間違えてはいけない。それで俺たちにどうしろって言うんだ？生物学研究所の指揮のもと、オウムテールの花の栽培方法を学んでもらいたい。それだけですよ。花の収穫で収益が生まれたら、あなたたちの暮らしもきっと次第に良くなると思います。今回はあなたたちを信じてみます。そうですか、わかりました。では今後の方針について研究所のスタッフの方から説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。お姉さん、お姉さん、どうだった？俺の解決策。でしょ？それじゃ、預けておいたご褒美、倍にして返してくれるかな？なんか、全然気持ちこもってなくない？誠意みたいなものを感じないんだけど。すっごい頑張ったんだから、もう少し魅力的なご褒美があってもいいじゃん。なんか投げやりになってない？俺が決めていいならさ、焼きアリソースの魚フライってやつを食べてみたいんだけど、どうかな？焼きアリソースの魚フライだよ。ここのおすすめ料理らしいんだけど。冗談なんかじゃないよ。一度くらいは食べておかないと熱帯雨林に来たって感じがしないでしょ。確か味付けのソースはナポジャングルにのみ生息する野生アリを使ってるんだっけ。味は生姜とレモングラスによく似てるらしいから、そこにピラルクーの肉が合わさればきっと美味しいと思うんだよね。お姉さん、一度くらい付き合ってくれない？
森の奥にある保護区だよ。ここは研究員たちが研究をするための保護区で、今向かってるのはまた別の育種実験区域だよ。そこは保護区の中でも機密性の高い特別なエリアなのさ。ほら、これが本物のオウムテールの花だよ。綺麗でしょ。でも残念ながら、今はこの一株しかないんだ。栽培技術が確立できたら、こいつを雨林の外に世界中に飛び立たせてやりたい。もちろんここの風景や文化なんかも一緒にね。いいよ、好きなだけ取っておきな。はいはい、邪魔者はあっちで写真でも撮ってますよ。ちょっと、今何撮ったの？お姉さん、ちょっと卑怯じゃない？証拠も何も、これじゃお姉さんが俺を盗撮してるだけじゃん。そんな言い訳聞かないし、俺も取り返してやる。それじゃお姉さん、こっちを向いてもらえますか？
ほら、笑って。撮るよ。はい、チーズ。